森さんがどっちかっつったら足を前に出して、うん、頭を引いてるんで、まあまあ、垂直に立ってるんで、こういう人にはこう右足が前だったら足をこう変えて、要は相手の足を右足が足、まあ、出てるでしょ。したらこの俺の右足と左手で、お、分かるか、相手の足を絡むのは俺の右足と左手、そうか、おお、したら左右から止めれるでしょ。で自分が動くために動くのは右手と左足、分かる、右、だって右手と右足だと動きづらいから。じゃあ逆にしたらダメなんですか。はっ、パック回っていい、なんかダメだったね。ダメだね、ダメなんです。ちょっと向き変え、相手が、これはもう、もうこれは暗記するしかないんだけど、まあ、こんぐらい暗記して、相手の右足が出てたら右、俺の右足と右足と左手を入れる。で、頭は必ず中、うん、こうすればちょっと動きづらいよね、うん、そしたらまあこっから何するのって言ったら、まあ、例えばこういうことすれば合わせるかもしれない。で、まあ、うん、こうやっててもしょうがないし、うん、で、まあ、こうやっててもしょうがないんで、右手と左足で自分の体を動かして、でこの右手と右足で相手のキュッと挟んでしまえばこうガードができる。左右逆じゃダメなんですか。別にあれだけやってもいいけど、うん、あもうパッと取られるじゃん、うん、戻って、これで頭中に入れるってもうなんか動けない。こっちが自然だから頭外に出ちゃうから、こうなるとバッと取られる。だから右手、うん、こうだと思ってる。 So I should get